はい。皆さん、こんにちは。葉月光栄です。葉月光栄の水ーチャンネルということで、今日もよろしくお願い申し上げます。えー、今日もですね、月曜日なので、今週の水ーヒナリウィークリーメッセージをお伝えしていきたいと思います。えー、今月はですね、えー、旧完結の月で、えー、浄化月間ですね。 で、この完結の月っていうのはですね、えー、この今年の完結っていうよりもですね、えー、2020年から始まった運命の3年間、いわゆるそのアセンションの行き先を決めるためのこの運命の3年間がいよいよここで終わりますよという、もう最終、最後のもう、決算期っていうか、決算期っていうか、まあ、決断期っていうか、もう、もうこれ以上無理よっていう感じですね。 で、それにふさわしい出来事が、まあ今、ああ、多分皆様の個人のレベルでおいても、その世界規模、地球規模で見てもですね、もう実際起きてきてるんですね。ただ、それに気づいてる人と気づいてない人がいらっしゃるっていう、その違いかなというふうに思います。よろしいですかもう、あの、ずっと言ってますけど、まあいわゆるその、コロナ前に戻ることは決してありません。 もう、あの時代に、ね、今まで、まあ、あの時代も良かったよね、っていう、その思いというか、その考え方を、まあ、掴んでいる限り、 えー、そっから先に行けないっていうことにもなっちゃいますので、もっと素晴らしい世界が、いや、もちろんあの時も素晴らしかったよ。あの時も良かったよ。でも、さらにもっと素晴らしい世界がこれから待ってるんだっていうことをですね、ぜひぜひ皆さん意識しておいていただきたいなというふうに思います。特にこの動画をご覧いただいた方はですね、 そうじゃないとこの動画を見ることはないはずですから、その古い時代の話をもう持ち越さないっていうことが、まあ今月ね、一番大事なテーマですから、その古い意識をやっぱクリーニングしていくっていうことを、ぜひぜひ心がけていただきたいなというふうに思います。はい。で、えー、今週はですね、えー、今週の水並のウィークリーメッセージはですね、古い人間関係を手放しましょうというのが今月の 今週のテーマです。いいですかちょっと読ませていただきますね。物、お金ときて、次は人間関係の整理です。整理、手放しです。あ、失礼しました。ここは相手のある話なので、現実的に難しいところも。そうですね。確かに。自分がもうこの人いらないと思ってもね、えー、だろう。相手がありますから、いや、そうは言ってもということは当然あると思いますけども、でも、やはり、 あなたが決めない限り、減少化はしないんですよね。やっぱり逆に言えば、減少化してないっていうことは、あなたが心の底で、深い部分で、潜在意識で決めてないから、減少してないということも言えるんじゃないかなというふうに思います。しかし、人間関係を作っているのはあくまでもあなたの意識です。親だから、夫婦だから、子供だからといって、人間関係を続けないといけない理由にはなりません。 新しい時代には当然新しい人間関係が求められます従来のような血のつながりをベースにした家族関係だけを特別扱いするのはもう古いかも夫婦だから家族だからといって絶対一緒に暮らさないといけないっていう理由はありませんまずはあなたの中だけでもこれから誰と一緒に生きていくのかをはっきりさせましょう 同時に誰との関係に終止符を打つのかもはっきりさせること。ここで変な情けは禁物です。どんな人間関係もいずれ必ず終わります。その時期が少し早まっただけのこと。関係性を切りたい相手がはっきり決まれば、その人との思い出の品を思い切って処分すること。それだけで、 あなたと相手をつないでいた目に見えない絆が切れますから。今週の波乗りポイントは思い出の品を処分するです。ね、思い出というと皆さんなんかすごく美化しちゃうところがあるんですけども、えー、これも僕はよく言ってるんですけども、思いにはみんなあ質量があるんですね、まあ。思いってエネルギーですから、エネルギーには質量があるんですね。だから、お思い、 どんな思いであっても、それが、えっ、ー、と、言えるポジティブな思い。ね、よかった、嬉しい、幸せっていう思いであっても、もちろん悲しい、悔しい、えー、切ないっていう思いであっても、全部それ質量があるんですね。ですから、思いは思いです。で、思いの重りになっちゃうわけですよね。 だから、どんな思いもやっぱりこう手放していく、クリーニングしていくっていうことがあできるようになると、常にニュートラルな状態で、常にクリアな状態で、すべてのものを、まあ、あですかね、新鮮な状態で見ることができる、えー、新鮮な状態で対応することができるんですけども、まあ人間長くやってるとね、なかなかそれは難しいと思います。で、やっぱり思い出っていうのは、なんかこう、とても大事なもの。 大切なものでうん、それは残しとかないといけないっていうふうに皆さんもどっかで思っておられるかもしれませんけどもうん、少なくともその意識のレベルでは、エネルギーのレベルで見るとうん、それは本当に必要でしょうかねっていうのは、まあ僕自身はやっぱ感じますね。思い出っていうのはそれがポジティブなものであれ、ネガティブなものであれですね。どちらにしてももう今はここにないもんなんですよね。 で、その今ここにないものにエネルギーを注ぐっていうことが、やっぱり皆さんを、自分自身を、この肉体をこう、下げる。ね、えー、重りですから、になってしまう。えー、よく言うんですけど、思い出は、思い出っていう。<laughs> ま、関西弁で言うとこうなるんですけどね。えー、思い出なんか持ってたら、思い出それっていう、そんな感じです。もうまさにその通りなんですよね。だから、うん、どうしても皆さんなんかこう、忘れたくないとか、 忘れてしまってはいけないんじゃないかなっていうふうに、えー、思ってるところあると思うんですけども過去の思いをたくさん持ってるとそれをなんとか忘れないといけないっていうことでまあいわゆるその病気になるというケースもあるんですよねあの無理やり強制的にまあ肉体的にっていうかその認知できなくなるっていうそれはやっぱりそれだけ重いものをたくさん抱えてるからどうしてもそれをまあ うん、なんて言ったらいいかな。その強制的に、まあ、消去するために、その認知というような症状が出るというようなことを言われたりもしていますので、だから、やっぱり、その、 手放していく。ね。その容量を空けるということがすごく大事なことなので、えー、もう過去のことはもう、ね、良かったことも、うん、ネガティブなことも全部今にないもんですから。今にないものに力を与えているのは今のあなた、私ですからね。で、そこにやっぱりこうしがみついてると、それを握ってると、やっぱり下がっちゃう。 まあ、いわゆるその、アセンションという次元が上がるということに対しては、反対の方向に行ってしまうので、ええー、僕は、あんまり必要ないんじゃないかなというふうに思います。それが、たとえ良い思い出であったとしても、まあ、本当にその思い出を、こう、握っている必要は本当になるのかなっていうのはですね、ぜひぜひ皆さん、こう、ね、ちょっと十分振り返ってみていただきたいんですね。 で、我々は感情の動物ですから、いろんな感情を感じます。そのいろんな感情をやっぱり感じ切ったら消えていくっていうのも、これも感情のもう、ですか、セオリーというか法則なんですよね。感じ切らない感情が沈殿していく。思いになっていくんですね。だから、本当に感じ切ってしまう。で、感じ切れないときは、あの、これもずっと言ってるんですけども、僕のおすすめは1分間感情解放ワークというね、ワークがあるんです。ここでこう感じて、 ああ、今悲しかったなぁと寂しかったなーあれはれ悪いこと言っちゃったなーとかね。ああ、なんか傷つけちゃったかなーとかいうのをもうっとかない。それを、あー傷つけちゃったー。辛かった。今、こう、ショックを受けたんだなって言ったら、あーショックだったんだなっていうことをちゃんと自分で認識して、そのショックだった思いをちゃんとこうやって見て、うーん、って、手放す。にっこり顔で。バイバーイ。 これね、実際やってみるとね、めちゃくちゃ効くんですよね。まあ僕もあの、よくやりますね。あの思い出して、ああ、そうだった、そうだったって,言って。で、やっぱりすんごい落ち込んだ時はね、もうほんと一生懸命やりました。やればやるほどですね、ああ、こういう感情もあった。こんな風にも思ってたんだ。ここがやっぱり辛かったんだ。こういうところを気にしてたんだっていうのはたくさん出てきます。人間って本当にちっちゃいことですけどね。 ちっちゃいことの積み重ねがどん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 沈殿して重くなっちゃうので、で、それがやっぱり人間関係に出ちゃうわけですよね。だから、まあ、言えるときは言っちゃえばいいんですよね。で、まあ、言いすぎたなと思ったらごめんなさいでいいわけですよ。だからそこでこう、黙ってしまうとか、まあ、抱え込んでしまうっていうと、結果、自分が、の波動が下がる。 重くなるっていうのはそういうことですからね。自分の波動が下がっちゃう。で、下がっちゃうと結局、下がった現象が当然やってきますから、向こうも今度は、なんかそういう、またさらに下げるようなこと。で、お互いに、こう、なんていうかな、下げ合うような、そのネガティブな関係になる可能性も多いにありますので、これがポジティブな関係だと、その、何かお互いね、ネガティブなことがあったとしても、言い合っても、後でごめんねって言って、そして、さらに今度はまた、 あの、前に進んでいけるわけですけども、どうしてもそれができないと、どん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 沈殿してお互いの足を引っ張り合うというような、そういうね、もったいない関係性になってしまうので、ぜひ気をつけていただければな、というふうに思います。もうね、あの、新しい時代に一緒に活動するっていうか、一緒に暮らしていくっていうか、ま、暮らしていく、い、い、一緒にまあ人生を歩んでいく人は、もう、この時点でほぼ決まってるはずなんですよ。でも、まあ、まだそう言っても、ね、 っていうのはあるかもしれませんけど、もうね、それはね、もう本当に今年あたりからもう無理。まあ、あの、まあ、正義で見るともう去年の段階で絶対決まってるはずなんですよ。あの、意識的にはね。でも、なんとなくダラダラ進んでるっていう関係性にピリオドを打たれるのが、まあ、この2月3月あたりじゃないかなというふうに思います。びっくりするよう、ね、なんか ことが出てくるかもしれません。ええー、そんなこと。あるいは自分が隠していたことが、ひょんなところからバレちゃうっていうこともあるかもしれません。その時はやっぱりびっくりするかもしれませんけど、それは必然必要では起こっていることですから、それを受け入れる。あ、それは私の潜在意識がや,やっぱりも、うん、求めていたんだなって、それを望んでいたんだな。もうここをやっぱ覚悟して、まあ、例えば別れるんだったら別れるっていうことで、ちゃんとそれを、に向き合うっていうことがすごい必要なんですね。 で、どうしてもやっぱり私たち自分が可わ,わいいですから、なんかこう、なんだろう、手放す前に新しいものを取ろうとするじゃないですか。もうこれがね、ごめんなさい。本当とにうまくいかない原因なんですよ。なんか、こっちも持っててこっちも取ろうとするでしょ。そう、どっちも取れないですよ。当たり前ですよね。だから、まず手放すこと、まず綺麗に、まあ分かれるんだったら、まず綺麗にきちんと分かれるっていうところにフォーカスしないと。 それをやってからじゃないと次の新しい世界を広げていきませんよっていうことはぜひぜひ覚えておいていただければなというふうに思います。ね。えー、多分今皆さんの周りでもですね、ああ、もうここが潮時だなっていうふうに感じている方きっとたくさんいらっしゃると思います。それは決して悪いことではないし、新しいステージに進もうとしているわけだから、その古い思い出、古い関係にはもうただただ感謝してありがとうございますって言って手放すことね。 もうこれしかないと思います。はい。で、何度も何度も自分の中をクリーニングする。感じて感じてしっかり見て手放す。これすごく、まあ簡単な話なんですけども、非常に効果がありますので、ぜひぜひ試していただければな、というふうに思います。今、この時代、このタイミングで、えー、人間関係が変わるのは当然なので、その、 人間関係変わるとき、やっぱり寂しいって思いも当然出てきますから、それもしっかり感じ切って手放していく。この作法をですね、ぜひぜひ覚えておいていただいて、トライしていただければですね、全く違うステージで、全く違う関係性がまた始まってきますから、えー、そこは安心して進んでいただければなというふうに思います。はい。ということで、えー、ご参考になれば幸いです。それではまた、どうも バイリー